こんにちは、ビーレジェンドの辻本です。今日は広背筋に効かせるラットプルダウンについて解説させていただきます。ビーレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日は広背筋に効かせるラットプルダウンのトレーニング解説動画になります。ラットプルダウンでもですね、いろいろやり方があります。手幅一つにしても、アタッチメントにしてもですね、いろんなバリエーションで、細かく背中を刺激することができる、非常に自由度の効く種目になっています。ただですね、自由度が効くというところはメリットなんですけれども、デメリットとして、意外にやっぱりフォームが難しいというところが、デメリットがあるので、今日はですね、基本的に、ラットプルダウンでこの広背筋ですね、よく言われる逆三角筋を作る、背中の広がりをですね、刺激するための、フォームを解説したいと思います。それでは、実際に行っていきます。通常のオーバーグリップで行うラットプルダウンを行います。手幅は肩幅よりも少し広めに握っていただきます。自然にですね、脇を閉じてきた時にクッと締まるぐらいの手幅でいいと思うので、このまま手のひらでしっかりとバーを握るようにします。で、親指もどちらでもいいんですけれども、あんまり握り込んでしまうと、手の腕の力が強く働くので、上に引っ掛けるサムレースグリップがおすすめです。で、このままですね、下半身を固定します。で、少し骨盤を前傾する形ですね、腰を立てていただきながら、スタートポジションで少し肩をグッと落とした状態から、胸の上の方に引いてきます。このまま というような形で行っていくのが、基本的なフォームになります。よくある NG なフォームを、3つ、紹介させていただきます。まず1つ目がですね、結構反動を使って体がを倒してしまう状態ですね。これはですね、体重が乗りながら、さらに広背筋というよりも肩甲骨の動きが強く働くので、僧帽筋の関与が強くなります。目的によっては取り入れていいと思うんですけれども、広背筋に効かす場合は倒しすぎに注意しましょう。で、2つ目がですね、逆に体がまっすぐな状態ですね、胸はあまり腫れていない状態で引いてしまう。これはですね、腕の力が非常に強く働きますので、これもあまり広背筋を収縮することができません。で、最後はこれが一番よくあるパターンなんですけれども、上げるときにですね、肩がやっぱり上がってしまうっていうケース、こうなっていくと広背筋は使われず、肩腕の筋肉っていうのが使われやすくなるので、注意したいところです。肩がですね、どうしてもこう上がりやすい方はスタートポジションでですね、肩甲骨だけグッと落とす練習を行っていただいて、肩甲骨を下で固めてから引っ張るように練習していただければと思います。今日はラットプルダウンの解説をさせていただきました。最初にもご案内した通りですね、様々な方法、やり方っていうのはありますので、今回ご紹介させていただいたのは、私自身も普段から
意識している点で、まあ、基本的な部分ではあるかと思うんですけれども、まあ、ぜひこの動画参考になればと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また B レジェンドの公式サイトでも新商品やセールのご案内をお送りしてますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。